当にすいませんでした。本当に申し訳ありませんでした。音声が聞こえなかったりね、いろいろトラブルが起きてしまって、何このトラブルは。23分遅れでスタートしました。スタートしました。初めてだね、この。はい、すいません。待機してくださってた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、そして、皆さんこんばんは。子ども地球サミット2013広報番組、始まりました。ほのかです。りなです。よろしくお願いします。はい。はい、今日は、ちょっと、OK ですかね。はい、じゃあその23分間の間に来てくださった方は、あ、金バスさん、こんばんは。それから、あずみあずみ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして、ももりん、こんばんは。こんばんは。あとは、ナナが来てますね。こんばんは。こんばんは。どうかお疲れ。ナナちゃん、運動会来てたの？来てた、ね、あとはそんな感じですかね。あ、カズマさんがこんばん、こんばんは。あとヨーコちゃん、あ、ヨーコちゃん、ヨーコちゃんこんばんは。あとあずみは行ったから、あと誰だっけ、はい、安江さんも、安江さんも来てます、来てくださってますね。こんばんは。あ、久米田さん、さっきはありがとうございました。ありがとうございました。塾お疲れ様でした。お疲れ様でした。塾頑張ったね、ほのか。いやー、もうみっちり2時間休憩なしですよ。しかも今日私妹の運動会見に行ってそのまま来てそのですよ。そのちょっとエキサイトだしな、俺最近。そう、しかも糸さん怒るしさ、なんでわからんとか、それはない。声で鳴ってたね。そう、それでさ、ね、もう本当間に合わないもん。だってさ、糸さんさ、そんな一般同士の次になんちゃらかんちゃらこんちゃらほんちゃらとか言ってあれっこない、あれっこないとか言って、ほんのかほんのかほんのか半だけやねん。ほんで泣くだよ、お前。私が来た時もね、上条先輩とほんのかはこっちで、こっちの部屋で勉強してました、ね、そうなんですよね。で、はい、であいつが誰だ、レイナ遅れてきてすいませんって謝ってたら、すいません、実は今日あの妹の運動会があったんですけど、そこですごい暑かったから体育館を、うん、あの開けてみんなでそこでお弁当食べていいようになってたんだよ、うん、だからみんなでそうやってシート引いて食べたんだけどさ、うん、なんかそれで思ったんだけどさ、すごいあの避難所ってさ、そういう暮らしじゃん、うん、同じような暮らしじゃん。でもさ、そうやってなんて言うんだろう、だからそ、でもさ、あの状況は同じじゃん、うん、あのシチュエーションは、だけどさ、気分によってさ、やっぱりそうやってなんか違うことになっちゃうんだなと常々感じた今日でした。そうだね、運動会だけ楽しいもんね。うん、今伊藤さん iPhone5 申し込んできたね。わー、わー、いいな。ちょっといじらしてもらおう、いじらしてもらおうとして壊すみたいな。それ壊さないでよ、半分にターンバキッ、あ、なんか壊れちゃったみたいな。ごめんね、ごめんねって。よしよしよし、はい、よし、お上がってますね、皆さん、ありがとうございます。たくさん来ました、こんばんは。こんばんは。はい、はい、そんなわけで、先週ですね、そうなんですね、お散歩が放送できなかったんです。そうなんだよね。じゃあこれ伊藤さんのパソコンの問題、今ちょっとねおかしいのね。ウパ散歩楽しみにしてくださってた皆さん、すいません。意地悪。そしてですね、今回はなんと102回目です。イエーイ、102回目です。いいですね、なんか120。そう、102。カウント戻ったんだけど、これなんで戻るんだよ。あれ、102？ うん、102だよ。102、あ、100だよ、202だ。あ、202です。危ない。だよね、おかしいと思っちゃったよ。202です。そうです。はい、じゃあ今日は時間ないんでどんどん行きましょう。はい、待ってね、ウパ散歩どこ、ウパ散歩あった、よし、はいはい、はい、今回は箕輪町、はい、おごうち神社です。はい、おごうちですね。おごうち神社です。はい、はい、行きますかね。後半はちょっとね、最近歌に凝ってるから歌いこうね。はい、 はい、せーの、 VTR スタート。小河内神社に来ています。箕輪町
にある神社です。立派な鳥居の中はこのように広い境内が、あります。歴史ある、神社のようで、この狛犬様には苔が生えています。そして、このように杉の車窓に囲まれた中にあります。お、薪でしょうかね。冬場はここで、何かお祭りがあるのかな。はい、こちらが先ほど、伝えた狛犬様、このように、苔が生えています。山の中にあるので結構あの緑がかってしまってますね、狛犬様。はい、でこちら、立派なしめ縄と奥の方には、なんていうんですかね、のれんというんですかね、ちょっとごめんなさい分かりませんが、しっかり、かさまつられています。そして、その上にはおごうち神社と書かれた木の枠が、祀られています。中はどのようになってるんでしょうか。そして、こちらの方がですね、奥に、保育園があって賑やかな子どもたちの声がします。美濃町の指定有形文化財にも指定されていますね、おごうち神社本堂。そして奥の方には祀られているものは何でしょう。あ、こちらも、この灯籠の方には緑色の苔が生えてしまっていますね。なかなか風情あっていいですよ。お賽銭箱がありますね。そしてこの中は何でしょう。天満宮とか神様ですね、きっと。そしてあちらの方には祖霊社でしたね、祀られてますね。さらに奥にいろんな神様が祀られているようです。みんな町を守ってくれてるんですね。そしてこちらも名前は書かれていないんですが、にぎやかな子どもたちの声が聞こえます。お、そしてこの高知神社を、守っている皆さん、地元の皆さんの名前が書かれていますね。立派な神社です。杉の木も、太く大きく伸びています。少し、山の中ですので、気候も涼しく、すごくしやすくなってます。そして気候はもう秋になりましたが、皆さんどう過ごしですか。じゃあ私お参りしていきます。あー、立派な彫り物がされてますね。見えますか。きっと、お正月やなんかは皆さんここに来られるんですよね、おごうち神社。そして境内の横にはこれは集会所でしょうかね、こちらは真新しくなってます。コミュニティセンターと書かれていますね。ここも立派なしめ縄が祀られても飾られてます。そして、薪ですね。古いものでしょうかね、上の方に杉の葉っぱが落ちてます。そして、ここから見る箕輪の景色、箕輪町の景色、なかなかいいですよ。
はい、今日はここ箕面町から小河内神社をお届けしました。ぜひ長野県にお立ち寄りの際はお寄りください。それでは皆さん、また来週、アズリナーバイビー。アズリナーバイビー。はい、今日は小河内神社でした。はいはい、いやー、狛犬がいましたね。いましたね。神社でしたね。ね、そうですね。それぐらいしかわからないみたいな。いろいろ調べ事をしていましてね。ごめんなさいね。さっきのあの何、金髪の苔犬になってますって何？あの狛犬に苔がボワーって。あ、そういう意味か。なんか狛犬っていうのちょっと。苔、そっちの方かい。あ、図工。はい。じゃあ時間ない中で、はい、じゃあ気になる今週のニュース。はい、はい、ニュース、このニュースの名前何にするか。リナのリナのリナリナズアイリナの気に気に気になる気に気になるニュース、はい、リナのなんか俺と全部考えてるばかりだいたいなんかギャグしようと思ってダジャレ考えてるの。うまいうまいのか。リナ、まあ番組じゃ終わるまでにかかる。今いけそう。オッケー、無理無理。だからニュースのこのでこれが来年のサミットの、まあ、テーマになっていくという形で。はい、あ、ただくんだ、久しぶりだ。あ、え、こんばんは。ただこんばんは。はい、じゃあリアちゃん、この週気になったのは何ですか。ですね、うん、記事っていうかツイート読みますね。昨日のやつか、それ。はい、6時間前です。お、あ、今日ですね、うん、週末の中国は各地で反日デモが大荒れです。日本大使館前で取材している記者から、武装警官が出ているがデモ隊に殴られている者もいる、当局はデモ隊が大使館に乱入することを防ぐことに専念し、シュプレヒコールや投石は容認している、 との報告。容認してるんだ。容認しています。で、そのちょっと詳しいのがあるんですが、それが、日本が尖閣諸島を国有化したことに抗議する反日デモが15日午前中国各地で始まった、うん、北京では日本大使館前に集まったデモ隊の一部が暴徒化鎮圧に乗り出した武装警官が激突した、うん、反日デモはこの週末少なくとも30都市で予定されているそうです。なるほどね。要は尖閣で東シナ海にあるその諸島があるのね、はい、でこれはまあ日本から言えば日本国有地、当たり前のように日本のもので、も中国は中国で俺たちのものだって言って、で今昨日かな、もう領海を越えてもう戦争状態みたいに入ってきてるの。知らなかった。そう、船が、怖い、ね、怖いよ怖いよ。本当に一歩間違えたら戦争起こってもおかしくない。中国人の人たちはこれは俺たちの国だ、尖閣諸島、尖閣諸島。でも日本は日本で、まあ、歴史的に見ても、まあ、もちろん日本のもんなのね。ただそれを第三者って国際裁判とか国際国がやっぱり認めなきゃいけないじゃな、うん、でもやっぱり日本はそれがすごく下手くそなわけ。世界に対してアピールする力がすっごく下手くそ。それはね、やっぱりアメリカ戦争で負けてアメリカの言う通り動いてきたらこんだけ豊かになっちゃったから自分たちで発信するっていうことを忘れてきたたんだよね、うん、でも今ねやっぱり本当にそれやっていかなきゃいけないよね。だからやっぱり子ども地球サミットなんかもそういう意味で役割とか世界に発信するっていう意味ではそういう役割になっていけるようになっていきたいよね、うん、これに関してはね、今日はちょっと時間がないから、まあ、ほのかも、ね、本当は意見あったんだけど今日はちょっとやめて、うん、はい、またこれに対してこういう形をちょっと突っ込んでいこうね、このコーナーではね、はい、この記事読んでてちょっと下の方にあったんですが、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、うんうん、デモの参加者が大使館に向かって石、うん、卵、トマト、ペットボトルなどを投げ始めって、うん、なるほど。いや、なんか、ね、テレビで見てるような、うん、なるほど、一緒だなと思って。あ、まあでも偉いよね、こうやって世界の世界に目を向ける
っていうのはやっぱりすごく大切なことだよね。すごいですね。知らなかったからなるほどいい勉強です。これ意識したらな、みんなもう今毎週こうやって見てるもんな、うん、それでちょっと広げていこうよね。はい、OK、じゃあ今日はね、実はみんながね期待して待ってくれてるのが、先週歌い始めたやつが反響すごくて、イエーイ、プリナー、イエーイ、久々だよね歌で反響取れまくり。お、すごいすごい、もうすごいすごい、リナが歌うぞ、リナが歌うぞってみんなが歌ってる。すごいすごい。はい、じゃあそこで一個全然別件の話、どうぞ。タクさんが今度22日は行きますって、何のこっちゃ来てくれるのかな。お、今度はね、実はね、マイカの、いやー、なんか行きたいけどダメだ。マイカとミズキの、ミズキのショボボボ。え、ミズキちゃん歌ったんですか。高校1年、そう、デュエット。あの2人が撮ったアーカイブが、ミズキちゃんってミズキちゃんだ。もう500超えてる。あれもう大好きだったの。ちょうどいいのが、高校生になるともう9時縛りがないわけよ。あ、そういうことか。で、もう9時ぐらいから夜までちょっとやって、お父さんお母さん了解済みだし、ミズキに関してはね、その代わり終わったら次の日に井戸さんと久米田でもう受験勉強やって、受験勉強、受験勉強、もう今度大学の、今からやりなさいと、その代わり次に一度はこうやってライブして遊びに来ていいといいね、息抜きも大切ですからね。いや、僕も聞きたいよ。あ、安江さんから。いや、私も聞きたい。安江さんも腕よ。あ、違う、安江さんから、井戸さんの説明、先ほどの、うん、簡潔で分かりやすいですね。何説明したっけ。安江さん、コミはいいから来いよ、お前も。え、何説明してた。あのデモのことで、ね、うん、ありがとう。次の22日はあの小学3年生の娘さんの誕生日なんだよ。連れてこい。やせさん。いや、連れてくればいいじゃないですか。この間もリサイタルの日が、なんか同じくあったんだけども、そっちは行かなかったんだって、でこっち来てくれたんだって。あ、じゃあこっち優先。リサイタルじゃない、子供チケサミとか。よし、じゃあ、はい、順番は安住の曲と3曲だけやるのね。はい、安住あれじゃない、5枚って帰ってきてないんじゃない。本当、あ、帰ってきてないかも。イマジーさん来ました。おいさんです、こんばんは。22日あの翔ちゃん水木決定したからな。水木いいなぁ、幼稚園、幼稚園。あ、タクも来るって、ありがとうございます。あ、タクさんか、タクって俺あの役者のタクさんか、すいません、タクちゃんね、タクさんね。じゃあどうする、おかえり、あずみの曲はみんなで伝えたいのか。おかえりでも私あずみに聞かせたいな。あ、そうだ、どうする、もうちょっとなんか引っ張れる。あずみ、あずみ、あずみ帰ってこい。じゃあほのかの歌最初。じゃあほのかのから行こうか。え、じゃあ神、じゃあ翔太ちょっと呼んでこよ。翔太、神翔くん、翔太だけ今いんの。ボスもいんの、ボスもいんの、ボスもいんの、ボスもいる。翔太いんのか。おら、こっち番組やってんのに向こうでなんか盛り上がっとるぞ。こらなったつ。すごいな、お便りを聞かしたいっていう。ぷいぷいぷい、前やじゃん。ぷいぷい、いろんなぷい。前や、小学生の時に前やと伊藤さんのギャグだった。前や、ぷいぷいとか何言ってるの。そんなこと言ってたの。それで異常に笑ってたんだよ。そうそうそう、何がさ、ボスはもう勝ったね。ちょっと私もできるだけ頑張ります。コーラス、あれ、ボスコーラス行けよってアディーナも。じゃあさあちゃん、コーラスちょっと入って。あ、8月5日が娘の誕生、娘さんの誕生日、野生さんですね。サミットのソングスコンサート、ごめんね。はい、じゃあ、はい、ソーターの方、カメラさんちょっとごめん、ソーターにもちょっと、あいつはボス帰っちゃったんだって。カメラ、そう、さっき帰っちゃった。はい、あ、私ギター弾いた方がいいの？いいか、いや、できる？え、下手くそ、あ、でも、どうする、どうする？いや、じゃあ、ちょっとギター取ってもらってもいいですか？はい、カメラセットしてからで大丈夫なんで。はい、もうセットしました、はい、OK です。あ、よぎっちゃった、ごめん。すいません、ちょっとだめ、あそこだけな。ごめんね、いいよ。はい、OK かな。はい、すごい、ギター弾きながら、かっこよ。最初しか弾かないよ。いや、あ、ほんと？OK。じゃあ、はい、サーズさんもお手伝いお願いします。はい、じゃあディナーも一回初、ちょっと頑張りたいと思います。では聞いてください。これはね、今僕一応12月のクリスマスの、日に路地ホーム、コンサート公演の時と、あと忘年会用な、忘年会ライブ用だよね、仕込みそうですね。ちょっとこの曲はディナーとほのかの曲はかっこいい。ちょっと頑張ります。1、2、3、4、あれ
じゃあそこはいらんわ。オッケーオッケー。歌だ。あ、待って、楽譜が用意されてない。はい、はい、そうだ、映ってるから行けよ。はい、先生、改めまして。心を満たすように。
カメラ前に一面上げちゃってるのに歌ってたか。こっち二人やで、こっち一人やでそういうことやで。そうやね。お前なんか心月曜日明日聞いてるの、お前心折れてるみたいじゃん。違う、心折れてるんじゃないよ。もうほのかとやりたくないんだって。そうだ、それは その番組のプロセスも、じゃあ番組でなんでかって理由を聞くわな。はい、じゃああれ行こう。さっき安住のやつだ。アディオス。最後あー、ズーム帰ってこない。あ、ですね、きっとシュウカブさんが来てくださいました、はい、こんばんは。こんばんは、トレインさんも来てくれてますね。こんばんは。アズの歌わかる？わかんない。アズミの歌って私は笑ったで。あー、そうか。いや、どうすんの？あ、高い。おー、持ってこいじゃん、カーボン。大丈夫かな。大丈夫じゃ、大丈夫かな。自分で言ってるじゃねえか。何大丈夫かなと思ったらさ、あ、俺カホンって言うの。みなーす。はい。ほのか100。モモリンもね、スターズ大好きです。うん、私今覚えてる途中ですって。オッケー、歌いで、あ、ハモリの方だ。ハモリの方やってくれ。え、モモリン。モモリン、ハモリの方練習して。モモリン。一緒にやろうぜ。モモリン、歌うまいから。ちょっとすごい、すごいオーディションになっちゃうよ。あ、私も勝ち目ないよ、絶対。そこを、頑張るのがリナやん。あれ？あ、伊藤さんリバーブ下げてくださいだって。でもどうせもうすぐ歌うから。あずみの歌の歌詞ある？さあちゃんねえねえ、カメラのこと気にしようぜ。カメラね、さあちゃんがやってくれるから。はい、カメラの位置は光がもっともっと全然映ってないよちょっと。でもどうせこのまま変えてもすごいドアップになっちゃうからやめた方がいい。え、じゃあ、あえて映んない方がいい。映ります。もったいないじゃん、ここ。はじめの歌詞ちょうだい。歌詞、はい。まんにゃ。え、ももに歌う、歌うまいとかやめてください、本当に、切実に。どうしたの？うまい、本当にうまいってば。モモリンっていうか、ミナミが言ったらちょっと嫌みっこいな。そうだよ、うちらどうなんねん。よっしよし、あずみ帰ってきたかな。あずみ、あ、いないね、たまにね。いつまでご飯食べてるんだろう。早く食べてきますって。あずみちゃん、あずみのやつはどこ。私は笑った。なぜだろう。これ一人でさ、叩くとさ、どうなるのかな。はい。大丈夫だよね。はいはいはい。私あります。ナイス。はい、行くよ。ありがとうございます。あ、カメラ。カメラさあさん。実際俺これボスと叩いてたのやつなんだけど、いいのかな。いいよ。全然いいよ。はい。え、何も入れなくていいよね。自分で任せます。お前のセンスに。ちょっと、そうだね、下が見えた。あずみおいで。あずみ来てるじゃん。あ、来た、あ、来た。さあ、さっきのほのかのやつは間に合ってないね。赤い見てね。じゃあ、いきます。ほのかはじゃあ、あずみのパート、うん、ノンタイトル、あずみの楽曲。これを、今ね、サックスとか入れてみんなで仕上げようとしてます。かっこいいね。1、2、3、4リバーブ入ってますか？あ、リバーブ入れます。ワン、ツー、スリー、フォー。私は
怖いよ。小さめに次お帰りをちょっとまた平気なふりをして楽しみの色を塗りつぶしてバラってしまうんです。信じることの大切さ。大丈夫、スナップはやらなくて早くだ。いざという時に誰中間さんか疑ってしまうからんぽの体はい、はい、ちょっとチューニングします。この曲もほのかと同じ時に発表する予定です、はい、リナは他のやつもちょっとやろうね。で今日はあとこの後ダンスのちょっと あ、はい、あの弓蔵のダンスナンバーのな、はい、はい、あ、アズが優しい、上条先輩すごいって言って優しい。ここではみんな顔が真剣になって、うん、まあ、そうだ、それで調子乗るタイプだしな、うん、いい、だな、褒められると、すごいさ、褒められると、とろよな、とろろろって褒められて伸びるタイプです。すごい人数だぜ、今、あ、視聴率、お、視聴率、どうでしょう。流れる時に浮いてしまう。もう8時になっちゃう。こちら、ラストよし、すごい今上がってますね、上がってます、上がってます、上がってます。期待、急に期待ねえ、もうやだ違うよ違う、もうリュウの、リュウの中じゃんって、ね、そうこれにてこの期待か。で、ガターンって落ちたら、ね、多分前の人たち、はい、リナタ歌うぜ、もうええ、かわいいっす、かわいいっす。コーラスのとこやめなさい。コーラス、コーラス、コーラス、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、オーバーエース。おかえり、sit home、 帰る場所へ、愛をありがとう。
ごめんちゃい。あずみってこいつにしね。多分返信ってやると出てきちゃうんだと思います。リツイートのやつは出てきちゃう。アーカイブをご覧ください。ご覧ください。アズのコーラスちょっと外れてるらしいで、アズ。さあちゃんが歌ってくれてるのちょっと聞きながら頑張れよ。イエイ。じゃあ翔太、はい、勉強や。はい。でも絶対さ、今さっきまでさ、ずっとさ、あすみと遊んでたよね、勉強するために残るって言ったのに。え、やってよ、やってよ。やれよ、お前ちゃんと。いや、本当は答えテストでも、テストでこの歌の時に、向こうで清水さんと久米田さんと一緒にこう大きく叩いて勉強してないんだ。いや、久米田さんが盛り上がるんだよ。珍しいじゃん。お前ほのかさんがリキートールになってる。なん？何リキートールって誰？リキートール、え、知らないよ。明日は明日のジョーか。あ、神城のジョーって言ってたんだ。あ、そうか。流れついていけてません。次の22日のなんのこっちゃ、なんか新しい女性2人来るとか言ってたな。翔ちゃんの新しい女性が来て、久米田さんがワイワイや。久米ちゃんはダメだ、27歳の綺麗女の子。あ、そっか、まずいたしゃに改造しないとだよね。あ、今日髪の毛がなくなってましてね。そう、なくなってたじゃなくて、お前おかしいだろ。カットした、カット。今閉まったと思ったでしょ。あれ以上なくなったらどうすんの。おわ、すげえ。切ってありました。はい、切ってダメ。失礼いたしました。今はおみやみちゃんはニナさん機嫌を出ますぞ、というかとにかく可愛いね。そうだよ、だからテレビの前に。いやおっさんのコメント、おっさん。なえちゃんパチパチパチ。なえちゃんセンスいいね。この間言ったっけ、翔太の歌カメジョンの時はパチパチパチとか。じゃあ今日ディナーが終わってから課題はダンス、ユミゾーにこんなん行くぜっていうのを決めるやつ。ディナーに任せとけばいいセンスになるんじゃない。だから毎回いろんなパターンした方がいいよね、うん、今回どっちかやったら J ポップ、ポップスって言うと、ポップスポップス、ヒップホップとかヒップホップ、このあのなんだっけ、ブラックオフファイトみたいなあんな感じのやつをやりたい、ジャズヒップホップとか。でまたいろんなもの、今一番気になるものをやればいいよね。ディナーね、まだ決定じゃないよ、まあ、決定じゃないけれども、今サーちゃんがねいいアドバイスくれててね、1個はディナー振り付け用にディナーに例えばやりたいやつ1曲、それをユミゾーが例えば振り付けたやつをディナーに教えるわけで、ディナーが今度みんなに教えれるようなのを1個プログラムで作ろうって言ってくれてるよ。だから俺がやりたい曲にユミゾーが振りを作って、それをお前だけ教えるの。いっぱいの生徒すごい時間かかるじゃん、うん、1人だったら覚えれるじゃん。で今度それを自分が教えるっていうか、今勉強もされてるの、今ほのかとか翔太に自分で教え、あーやってましたね、人さんがそれ怒る。そう、教えると、だから俺今ボロクされてない、こう一対一だった。すぐ泣くもんの、あずみほのか、すぐ泣く。今ね、ケースシーンに出演オファーが来たんだけど、10月の6日オープンのイベントって言ってるんだけど、どこ、まあ、趣旨をちょっと今じいさんから聞きつつ、趣旨や、趣旨や、お前の趣旨を、ね、やるとしたら受験合宿を変更してなるんで、それなりの受験合宿編集はできない。あ、間違えた。そうするとね、ちょっと厳しいことになる。なんで、この2チームに分かれるか、分かれたらいいじゃん、うん、だから、まあ、とりあえずでもイベントの趣旨を聞いてどんなものなのか。いいじゃん、だってリナとか、リナとアスミだけでいけるよ、披露でいいじゃん。アスミ、うわ、アスミは、アス、だってアスミ、あ、そっか、アスミ帰ってこい、はい、帰ってこい、はい、絶対帰ってこい。じゃ10月何日、じゃあ、そう、じゃあそれは後ほど社長、その件また番組また連絡ください。電話ください、はい、テレ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 、はい、あ、詳しくはこちらへ。何もないよね、アズミのバイビーって撮るの。アズミアドケースシーンだという。それでは終わりましょう。あ、ちょっと、じゃあちょっとみんな、もうね、この下のところアズミになってね、なってる、ね、今気づいた、私もいいな。しかも始まりの映像もさ、安住とリナだし。どこ、あ、変えてないよ、すんません。ほのか怒んなよ、言ってくれよ。別にほのか気にしないし。モモリンなんで、なんで私があのモモリンに、
ももりんの歌聞き惚れますわ、ますぜって言ったら、それはやめてくださいって言ったじゃないですか、本当にやめてください、なんで？うまいのに、すごくうまいよハゲドー、ひなの歌うまいよね、聞き惚れますぞハゲドー。あれ、さあちゃん、私塾の先生にそんなハゲだなんて、へへっ、やっぱりあのね、今エンディングのタイムライン出そうと思うんだけど、あれ、出ねえや、もう今日はこれで終わりにするしかない。なんでだ今日調子…一生終われない、ほらほらほら、勝手に、なになになに、やったー、おかしかったよね。何も出ないのにトゥルルルルってなった。おっかなす、おっかなす。クメちゃんは鋭角でってんじゃないの。クメちゃんとできそうだよね。あ、治った、取って。治った。なんか呪いかかってるんじゃないですか。おかしいな。ほのかが来てくるんじゃないの。さっきだからてきたって言ったからだよ。あリナ、違います、髪の毛がなくなってたって、それハゲてたってことやちゃんとありましたよ、髪の毛。でも沢さんをナスのヘタって言ってたえ、それそれもそれでひどいですよね。誰だそんなこと言ったやつ。でもさ、伸びてるときさ、ネタみたいじゃん。うん、わかりますわかります。さんさん、私本人にも言ってんだけどねよし、じゃあ明日はちなみにね、あの役者のみちおさんの舞台を招待されて、なあ、うちも行きたいの。じゃあ伊藤さん、明日、勉強見てもらおうと思ったのに。見とけよ、やっとけよ。いいよ。ここで？うん。誰もいないのに？帰ってくるよ、お昼だ、昼間公演。あ、じゃあ昼間？うん、あ、あれ？午前中はダメ。ダメだね。うん。で、午前中終わってだったら。じゃあ、俺たち終わってからだったらいいじゃんって。帰ってくるの、早く。言わてよかった。はい、OK です。またスケジュール調整。はい、今日のほのかちゃんやんちゃな悪ガキっぽいって。ね、中学生っぽいよね。はーい。とは、取っちゃダメ。取ったら髪の毛ぺちゃんこになっちゃう。実は私の持参の帽子本当はこれだったんですけどね。しかも持ってちゃうし。さすがほのか。それダサい。糸さんこっちがいいって言ったからこっちにしました。はい。今日のほのかやんちゃな悪ガキっぽいちょっとね。ワールドだろ。そうなんです。運動会に行ってちょっとね。そういう気分なんで。はい。南オッケー入れ。なんか俺あの七瀬ちゃんと南のアイコンがいつも区別つかないんだよね。パッと見た目。なんで？即よ。そんな感じしない。即よ。プリプリプラだからだよそんな人さん。うるさだよお前。はいオッケー。そんな。よっしゃ終わろう。よし終わりましょう。はい終わりましょう。はい。はい、次回の番組は木曜日の。はい、じゃあ間違えました、間違えました、違います、違います。伊藤さん、そういう問題じゃないです月曜日の明日切ってやってくる19時からです。皆さんぜひ見てください。ウォッチング TV、 ほのかと翔太がなぜこの番組を降りたいかっていうのを公開で話し合いたいと思いますそれめっちゃおもろいよ、うん、本当にやろう。はい、OK です。はい、いいよ、終わりのコールどうぞ。はいはい、では来週もぜひ見てください、はい、あ、待って、リナホのバイビーでいっけかね。はい、リナホのバイビ
は私がいる。